ギャラクシーホールドはサムスン電子が設計、開発、製造、発表、発売した折りたたみ式スマートフォンである。2019年2月20日にギャラクシーアンパックと2019にて発表され、2019年9月6日に発売。ギャラクシーホールドは2019年2月20日にギャラクシーアンパックと2019でスマートフォンの新しいカテゴリーとして発表された。 画面そのものが折りたためる折りたたみスマートフォンの分野で大手メーカー初の商用製品となった。当初、グローバル発売日は4月26日と発表されて、いたが、レビュアーやテック系のメディア関係者、テック系 YouTuber などに先行配布した際、折りたたみ、ディスプレイ、インフィニティフレックスディスプレイそのものの耐久性が乏しい折りたたみ機構の革新である。 ヒンジ部分が簡単に損傷してしまう内蔵部品が折りたたみディスプレイを圧迫しディスプレイに膨らみが生まれるなどの問題点が指摘された。また、レビュアーらが折りたたみディスプレイの保護プラスチック層をスクリーンプロテクターと勘違いし誤って取り外してしまうなどその他の問題も浮き彫りとなった。この問題点は数ヶ月かけて修正され改めた発売日は9月6日となり その後順次発売された。サムスンやファーウェイ、グーグルやアップルなど様々なメーカーが折りたたみディスプレイや折りたたみスマートフォンを開発しているという情報はギャラクシーホールド発表の数年前から存在したが明確にメーカー各社がそれについて述べたことはなかった。2018年になるとその情報はより高く化し、 近いうちに発表されるのではないかと様々なメディアが指摘した。2018年11月、インフィニティフレックスディスプレイのプロトタイプが SDC19 で発表され、折りたためるディスプレイとそれに対応したワン UI が発表された。また、Google とのパートナーシップも発表され、OEM と協力して、Android の折りたたみ式デバイスをサポートすると述べた。 ギャラクシーホールドには2つのディスプレイが搭載されている。前面のサブディスプレイは片手で使用できるように設計された小さな4.6インチディスプレイとなっている。一方、デバイスを開くと7.3インチディスプレイのメインディスプレイが搭載されている。折りたたみ機構には約20万個の部品を使用している。 メインディスプレイの右上隅には大きなノッチがあり、ガラスの代わりにカスタムの多層プラスチックラミネートでコーティングされている。また、電源ボタンには静電容量方式指紋認証センサーが搭載されている。その他、ラムは 12GB、内部ストレージ容量は 512GB となっている。マイクロ SD カードは、非対応。チップは、クアルコムスナップドラゴン855。 今回は、エクシノスが使用されたモデルは販売されていない。また、ギャラクシーホールドは、4G モデル以外に 5G モデルも用意されている。デバイス内には、2つのバッテリーが搭載され、合計で 4380mAh の容量となっている。また、ギャラクシーホールドには6台のカメラが搭載されており、3つの 背面カメラレンズとサブディスプレイ面の10メガピクセルの前面カメラ、内側のスクリーンにある RGB 深度センサーを備えた2つ目の10メガピクセルの前面カメラがある。OS は a n d r o i d 9 0 p イ、UI は独自の One u i マルチウィンドウモードを使用すると最大3つのサポートされているアプリを一度に画面に配置することができる。ユーザーがデバイスを開くと、 サブディスプレイで開いたアプリがそのままメインディスプレイで表示される。使用から27時間でディスプレイの機能に支障が出たとする例がある。ありがとうございます。